なった。すごい勉強のライトがいい感じ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ソニンです。はい、今日もソニンのオフィシャルチューブ始まりました。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、何の動画と言いますと、タイトルにもある通り勉強用、作業用動画っていうことで、はい、何やらこういった動画があるということを、この間実は YouTube の企画案をインスタライブをするにあたって募集しまして、そこでいくつかいろんな案をいただいたんですけど、作業用動画やってみたいっていうことで選ばせていただいたのが、この YouTube 企画案、皆さんから募集したアイデアをいただいたものを実現させたということですね。はい、というわけで、ただ単にピックアップしたっていうわけじゃなくて、私自身もですね、結構最近自宅待機になってある勉強を始めていまして、まあ一つは字の勉強、字をきれいにもう一回勉強しようということで勉強してて、でもう一つが、これインスタライブでは言わなかったんですけど、何を勉強してるかというと、心理学の勉強をしております。はい、資格もあるし、というかすごく難しいんですよ、心理学って。で、私が勉強しているのは心理学ってすごいいろんな分野があって、でいろんな何て言うんだろう、こう理論みたいなのがあるので、その中でも割とこう初心者向けの検定も取りやすい、資格も取りやすい、割とカウンセラー向けの、カウンセラーをする上での心理学の基礎みたいなのを勉強していまして、なんかざっくりすごく心理学っていうものにもともと興味があったんですけど、なんか今回すごいいろいろ調べている中で、これだったらすごくこう使えるなというか、今、私に合ってる、いや知りたいものだし、使えていけるな、仕事とかにも使えていけるなって思ったんです。で、実は私お芝居のワークショップの先生やってたりとかするので、その上で結構やっぱり生徒さん見たりとかしてて、どういうふうに伝えたらこの子が変わるんだろうとか伝わるんだろうっていう意味で言うと、すっごく勉強になっていて、ただやっぱり初心者向けの基礎といえどもすごく難しくって、覚えることも多いし、もう私初め2週間ぐらいで全部読んだんですけど、学んだんですけど、あ、もう全然身に入ってないと思って、もう一回読み直してっていうんで、で今ちょうど練習問題をずっと繰り返しやってる段階です。はい、でもう少ししたらそろそろ資格の検定を受けようかなと思っていますので、今日は皆さんと一緒に勉強できたらなって思ってます。なんか勉強ってこうやって自宅待機になってから、こうなんて言うんだろう、一人でやらなきゃいけなかったりだとか、作業しなきゃいけないことって多いじゃないですか。全部リモートになってることも多いですし、まあ今ね仕事始まったりしてますけども、割とリモート授業だったりだとか、家で授業受けなきゃいけなかったりだとかすることが多いと思うので、みんな家で勉強頑張りましょう、一緒にっていうことで、なんか一緒にね勉強やるとサボれないし一緒に頑張れるし、寂しくないということで、今日は皆さんと一緒に、何か勉強作業できたらいいと思っております。それでは早速勉強したいと思います。今日はなんか私もラフな感じで、ダボダボのパーカーでやってます。明かりも勉強灯の明かりだけで。はい、それでは1時間一緒に勉強作業しましょう。1時間 OK。 スタート。
Thank you.
ていうの。私は薄くて骨折したこと、つらいのたら無意識に触れるとなくなってなくなる。
で常識仕事に常識的なところが強い。
てないの？とかちょっと。25分だって。どうですか？
撮ってる。あ、やばい、水が落ちちゃった。大丈夫か。なんか普段こうやってストップウォッチかけて絶対にこの間を集中してやるみたいな感じにやらないからいいですね。なんか程よいプレッシャーがあって、もうすぐ半分、ご飯も頑張りましょう。
あいよ。
人類文化学とか、ギャップだ。順番にいるどうしようか、そこ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 かと、進行どうしてそこそこ役割は違うじゃない、合ってたの、
した。びっくりした。終わったようです。後半の30分、35分めっちゃ早かったんだけど。嘘。いやー、問題集を、問題、練習問題最後までやる予定だったのに。ちょっと待って、これだけやらせて。帰るか。Yes!全部やるつもりだったのに、もうちょっとできると思ってた。ちょっと残り後で続きこの後私やろうかな。意外と全然喋らなかった。いや後半ほんと早かった。皆さんどうでしたか？1時間集中して勉強できましたか？なんかさ、私は最初結構なんかやっぱカメラがあるからちょっと最初はちょっとこうなかなか入ってこなかったんですけど、ちょうど半分迎える前ぐらいからブワって頭が回り始めて、後半はすごい早かったの。立ちました？早いんですけど。マジで。はい、ということで、はい、皆さんどうでしたでしょうか？ソニーと一緒に勉強作業しましょう動画、お役に立てたら幸いでございます。はい、勉強皆さん頑張ってください。お仕事作業頑張ってください。私も引き続き頑張りたいと思います。もしまた、一緒に勉強したいなって思ったらまたこの動画を見てくださいね。それでは、一緒に勉強頑張ったよ。ソニーちゃんも心理学の勉強頑張ってって思ってくださった方、いいね、グッドボタン、そして、どんな勉強したか使ったよっていう方、コメントよろしくお願いします。 SNS、Twitter、Instagram、ブログとやっております。そちらの方もチェック、フォローよろしくお願いします。それではまた次の楽しい動画でお会いしましょう。ソニンでした。みんな頑張ってね。お疲れ様。食べようかな。